皆さんこんにちは、フィフティーストーンいます。聞いてください。フィフティーストーンのテーマドラム鈴木茂雄です。いきます。ワンツースリーフォですね。オリジナルから入ったんですけれども、我々は GS コピーカバーバンドです。GS の中でもですね、特にガレージサウンド、GS って言ってもグループサウンドじゃなくて GS の中のガレージサウンドっていうのを、たくさんカバーしてるんですね。早速そのガレージナンバー聞いてください。
ガレージの名曲、ダイナマイツというバンドのトンネル天国を聴いていただきました。こういう感じがあのガレージなんですけども、ダイナマイツといえばトンネル天国も有名なんですが、隠れた名曲聴いてください。いつか演奏してみたいなと思ってて、今日夢が叶って最高です。それではですね、ガレージの中でもですね、有名というか、埼玉が生んだスーパースター、さっき GS ブルースもやってましたけれども、埼玉が生んだ不良、証券がいるテンプターズ、聞いてください。Ah, ah, ah.
テンプターズをもう一曲聴いてもらいたいなと思います。曲名は純愛です。ガレージ化していきます。次のバンドはですね、ジャガーズです。ジャガーズ、イントロにすごいガレージな、音がしますので聞いてもらいたいと思うんですが、ダンシングオールナイトではなくてロンリーナイト、ダンシングロールナイトを聞いてもらいます。昨日の恋は忘れて、昨日の後も
は忘れて踊り続けていたい夜なのさ。来たらスターナビッツどういう関係があるか分からないんですが、テンプターズと来たらタイガースと来たらテンプターズ、スパイダースと来たらブルコメッツ、ジャガーズと来たらカーナビッツと勝手に思っています。それではカーナビッツの、曲を聴いてもらいたいなと思います。でもあの曲はやりません。はい、アイタカノのこれはやりません。これに次ぐ名曲じゃないかなと思います。恋をしようよ、ジェニーです。ジェニー、恋をしようよジェニー、君が好きだよジェニー、I love you, Jenny.
それではですね、だんだん後半に差し掛かってきたので、盛り上がっていきたいなと思います。さあ元気を出して踊っちゃってください。カーナビーツが、当時外国のバンドをカバーしてた曲なんですけど、むちゃくちゃかっこいいので聴いてもらいたいと思います。どれぐらい有名なんでしょうか。それじゃあですね、だんだんちょっとマイナーにいきたいと思うんですけど、ビーバーズというグループがありました。どれぐらいの曲があるのかよくわからないんですが、ビーバーズの中でこの曲がとっても好きなので演奏したいと思います。曲名すごいですね。君なき世界を聴いてください。
それではですね、最後のバンドを、カバーするんですけど、まあ、グループサウンズの中で何が一番好きかと言ったらですね、我々のバンドは、このバンドにつきます、ゴールデンカップスです。おって言ってもらえると嬉しいな。メンバー紹介します。あ、そうです、はい、メンバー紹介、ドラムス鈴木モリオ51歳モリオ、五十嵐、ベース五十嵐克也26歳、そして私村山武さん26歳です。嘘つけ。21歳。はい、ということでグループサウンズリアル世代の3人なんですけども、それじゃあ、それでは、聞いてもらいたいと思います。これは何だろうな、デビュー曲じゃないかな。デビュー曲ってギルドグラスですか、ね、ジザベルで、あ、ジザベルか、はい、そしてじゃあセカンドシングルですね、聞いてください。銀色のグラス。こういうグループサウンズが大好きで、多分次の曲はですね、多分大変申し訳ないんですが誰も知らない曲だと思います。で、ただし、ゴールデンカップスの名曲で、ガレージサウンドの、最高傑作じゃないかなと思って、今日ゴールデンカップスのメンバーになったつもりで
演奏したいなと思います。聴いてください。 This Bad Girl。 ベースイカロシ。それではですね、お別れの曲なんですけれども、あまりにもハードに、我々今日がデビューコンサートなんですけど、The 50 Stones は、世界一のハード GS バンド、ハードガレージサウンドバンドになると、宣言をして、終わり最後の曲になりたい。ドラム鈴木森よ。どうもありがとうございます。ベース五十嵐拓也。歌は村山さん。行きましょう。君にあげよう。
おめでとうございました。最後はゴールデンカップの愛する曲を聴いてもらいました。どうもありがとうございました。